はい、どうもアルティメット工房のあさみです。はい、ということで今回は12月の27日に届いていたものなんですが、カウコンのうちわなんじゃないかなと予想しております。もうカウントダウンが終わってしまったんですけれど、キング&プリンスのうちわを2枚買っていました。個人的には去年のも華やかだったなぁと感じているんですが、年々豪華さがアップしている気がします。裏側はオレンジでキング&プリンスって書いてありますね。私が会った北海道公演でも平野くんセンター分けでゆるくパーマかけてるようなそういう髪型をしていたんですが、ジャニフェス、紅白、カウントダウン、ここでも平野くんの髪型が私の身内の中ではかなり話題になっていて、平野くん髪の毛すごくない?みたいな LINE がお母さんからも来たし、友達からもたくさん来ました。若干神宮寺くんと髪型被ってる感じはあるけど、私的には今の髪型結構好きです。永瀬くん今回はいつもと違う感じにしてきてますよね。高橋くんも岸くんも金メッシュ入れてますね。ドイスターの明けましておめでとうございます。うちのしじみです。いつもはあんまり来ないんですけど、撮影を始めると映りたがる謎の猫です。はい、よろしくお願いします。それと写真が届きました。ミニフォト、なんか真四角フォトみたいなやつが発売されていて、多分それじゃないかな。あなたのご飯じゃないんですよ。あ、多分これ半分には入ってないのでこっち側だけなんです。いつもの公式写真のサイズはこのくらいなんですけど今回頼んだ真四角フォトはこんな感じの大きさです。え、この真四角フォトって何に入れて保存したらいいの？順番に見せていきたいと思います。まずは神宮寺ゆうたくんです。1月の17日月曜日に神宮寺くんが MC を務めるあの番組、名所から一番近い家の放送が決定しています。メンバーの中に出演者もいますので後ほどご紹介いたします。神宮寺くんは去年舞台がありまして、その舞台のグッズ、アクリルスタンドとパンフレットの紹介動画はこちらに上がっておりますので、少しでも気になるという方は見ていってください。任天堂の CM で一番最初に目についたのは神宮寺くんでした。意外と平野くんが目立ちがちというか注目されがちなんだけど、私の中では神宮寺くんにしか目がいかなかったですね、あの CM では。続いて岸優太くんです。私の中の岸くんのエピソードで言うと、1月の2日に実家に帰ったんですよ。でその時にスーパーでお酒を買おうと思って行ったら、そのスーパーが2日はお休みで閉まっていたんですよ。なんで薬局に行ってお酒を買おうっていうことで薬局に入った時に、朝デュオの CM に岸くんが出てるじゃないですか。キンキさんの広告の写真の横に朝デュオの岸くんの写真があって、新年早々キング&プリンスを初めて拝んだのは岸くんでした。あ、岸くんがいる、明けましておめでとうございますとか言って拝んでましたね。続いて高橋海人くん、高橋海人くんの出演している坂上動物王国で坂上忍さんが建てている保護ハウスっていうのがあるんですけど、それがうちの実家からすごく近くて、本当に目の前って言っても過言ではないぐらい近いのでお写真を撮ってきました。その写真がこちらです。まだ完成はしてないみたいなんですけど、もし完成したら実家の近くに高橋海人くんが来るっていうことで、うちのお母さんがすごくテンション上がっていました。家に帰る途中にその保護ハウスがあるので、運が良ければうちの母がその撮影を見ることができるかもしれないっていうお話をこの前されました。あとは Amazon プライムビデオで姉ちゃんの恋人っていうドラマがあったじゃないですか。あのドラマが配信されていたのでこの前一気見しました。それと最近パラビにも入りまして、ドラゴン桜が配信されているんですね。なのでそれも一気見しようと思います。結構私の中でキング&プリンスって生活の一部みたいになっているところがあるので、いろいろこんなの見たっていうお話がね出てきますね。次は永瀬廉くん、一番最初の神宮寺ゆうたくんの写真をご紹介した時にお話ししたんですが、1月17日の名所から一番近い家に永瀬廉くんも出演することが決まりました。京都のロケに行ったみたいなので、そちらが放送されるようです。ちなみに永瀬が訪れたのは京都の伏見稲荷大社と
除夜の鐘で有名な知恩院大鐘楼っていうところですね。鮮やかな千本鳥居で有名な京都屈指の観光名所、伏見稲荷大社、そして大晦日の翌年来る年で必ず映る除夜の鐘の一番近くに住むのは一体どんな人たちなのかっていう番組ですね。私も一回伏見稲荷に行ったことがあるんですけど、前にもおすすめしたと思うんだけど、私の好きな映画で僕は明日昨日の君とデートするっていう映画があるんだけど、その映画の中でもロケ地に使われていた伏見稲荷っていうところにこの前行ったんですよ。この前って言ってももう 2,3 年ぐらい前だと思うんだけど、その時にその伏見稲荷のたくさん鳥居が並んでるところあるじゃないですか。あそこを通り過ぎたら、今まですごい狭い間隔で並んでいた鳥居がだんだん何メートル間隔みたいな感じで鳥居の間が空いていくんですね。ちゃんと道があって順路みたいな感じになってるので、そこを一周しようっていうことで登っていったんですけど、だいたいみんなが写真撮るところって、そのこういう写真にもある通り映えるようなポイントまでしかみんな行かなくて、奥まで進む人ってなかなかいないんですよ。でだんだん人が減ってきて、進んでいくにあたってお墓がたくさん並んでるところに当たるんですけど、そこら辺からちょっと空気感が変わったんですよ。昼間なのに木がたくさん生い茂ってるからか、ちょっと涼しくないみたいな、肌寒くないみたいな感じで、私は特に霊が見えるとかそういうのもないのでわかんないんだけど、なんか感覚的にあれ、さっきとここって違くないみたいな、そういう感覚があって、周りに誰もいないはずなのにすごい視線を感じるというか、いろんな方向から誰かから見られてるっていうような感覚に陥ったことがありました。だけど不思議とあんまり怖くないっていうか、ただただ見られてるみたいな、そういう感覚でしたね。永瀬くんのコメントが出ています。オファーをいただいた時はすぐに、お、神宮寺のやつじゃん、あれこれ意外とメンバーでは初めてじゃないって思いました。スタジオなのかな、でもロケに行きたいなと思っていたらロケの方だったので嬉しかったです。しかも京都、今日という日がすごく楽しみでした。伏見稲荷大社には人生で初めて行きました。もちろん写真では見たことがあったのですが、千本鳥居は別空間を歩いているような、異世界にいるような感覚で神秘的でした。そう、さらにその奥はもっと神秘的なので皆さん行ってみてください。そんな神秘的でジブリの世界に迷い込んだような感覚で歩いているところを高田純次さんのボケで現実に戻してもらうという展開。高田純次さんとは初めてお会いしたんですが、とても楽しくて笑い疲れました。ツッコミ疲れたという久しぶりの感覚です。高田さんはツッコみやすくて意外と近い距離でご一緒することができた気がします。息の合った掛け合いがお見せできるんじゃないかな、これめっちゃ楽しみですね。仕事なのにオフで旅行に来たみたいなロケでしたし、 CM でも使われていた絶景も見られてすごく楽しかったです。何よりジンも驚くような結果になったので、スタジオでは焦ってハラハラしながら見てほしいですね。ジン、出雲をデグモって読み間違いしてる場合じゃないよって言ってます。こちらの番組2022年1月17日月曜日ゴールデン帯で放送ということです。平野翔くんのお写真です。24時間テレビのドラマぐらいからさらに平野くんの輪郭がシュッとしたような感じがするんですけど、私の気のせいでしょうか。別に今までが太っていたとかそういうわけじゃないんだけど、大人の男性として完成された感みたいなのが出てきたなっていう感じがしますね。またかぐや様を告らせたいの DVD の特典なんかもまとめた動画出しておりますので、平野くんのファンの方はぜひこちらの動画もご覧ください。最後はキング&プリンスのみんなです。このうちわのオフショットになるんですかね。他のグループの方たちからもキンプリはみんな仲がいいからねっていう風に言われたりもしているので、グループなんでぶつかることもあるでしょうけれども、みんなにもっと仲の良さをアピールしていただきたいなと思います。はい、ということで今回はこの真四角フォトとキング&プリンスのうちわをご紹介いたしました。そろそろリセンスの DVD の発売もありますので、今年始まったばかりですがまだまだ楽しいこと盛りだくさんでございます。はい、締めになるとね、猫が来るので映りたがるので映しておきます。はーい、本年もアルティメット工房、そしてしじみをよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。以上、アルティメット工房のサミとし
しじみでした。バイバイって。バイバイって。